ネイラです。ピンクナテ TP 始まるよ、イエーイ。はい、今回はネイラのスクールヘアアレンジを紹介していきたいと思います。いろんなねスクールヘアアレンジを紹介していきたいと思うので早速始めていきます。それではどうぞ。はい、ということで早速紹介していきたいと思うんですけど、私の中学校では校則が結構厳しくて一つか二つ結びしかできないんですよ。なのであのあんまり可愛いヘアアレンジができなくて、なので小学校の時によくしていたヘアアレンジも今回は紹介していきたいと思います。まずは一つ結びから紹介していきます。まずこちらのタングルティーザーで髪の毛をサラサラにしていきます。私は髪の毛がね長いのでストレートアイロンでストレートにして学校に行ってます。そして前髪も巻いてます。一つ結びは本当に普通、触覚も出しちゃダメって言われてるので触覚も出さずに本当に普通に後ろでまとめていきます。でプラス耳より上に結んじゃダメなので耳より下で、でくしゃくしゃにならないために前髪用の櫛で綺麗にまとめていきます。私丸顔だから触覚がないとなんて言うんだろう、丸で縛ります。この縛った時に一本髪の毛が出てるとすごく嫌なんです。嫌ですよね、嫌というか嫌だよね普通に縛って、で髪の毛がピョンピョンって出てきちゃうからピンで留めます。横の毛を伸ばしてる最中なのでここも留めます。ボコってなっちゃうのでここも留めます。ここの後ろ、計6本留めてます。私の通ってる学校は1つか2つってさっき言ったじゃないですか。でも基本1つ結びです。1つ結びはなんならやったことないかもしれない。できた、こんな感じ。結構綺麗にできたかな。こんな感じです。1個目完成。では次に、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。はい、では次に2つ結びをやっていきます。2つ結びはまずこの櫛のとんがってるところでキューンってやって分けて、これも触覚は出しません。で、二つは高すぎず低すぎず耳のちょっと後ろぐらいで結びます。本当に初めてかもしれない。自分でやるの初めて。で、こういう大きいね、ゴムだと縛りにくいから、こっちのちっちゃいゴムでやっていきます。え、見える？ちょっとチョンって出てる。はいか、許してください。反対もやります。なんか下すぎると変じゃない？でも高すぎると昔のレイラみたい。よくツインテールをしてたんですよ。幼稚園とか小学校とかでもよくツインテールはしてた。高さを揃えないとおかしくなっちゃうから高さをしっかり揃えます。待って、下すぎたかもしれない。え、ほら、待って、高さ合ってないね。はい、こんな感じです。こんな感じ。できました。どうですか？まあ、OK ということでツインテール完成です。では次に小学校によくしていたヘアアレンジを紹介します。一つ目、三つ編みでございます。三つ編みは本当に楽。体育とかでこうバシンって当たっちゃったりもするけどすっごい楽でした。ので三つ編みをよくしていた記憶がある。
な感じ。久々に三つ編みをやった気がする。毎日やってたもんな、三つ編み。こんな感じ。三つ編みは最初覚えるのに大変だったけど、慣れちゃえばいけるかなって感じ。できました。三つ編みできた。めっちゃ久しぶり。学校ではしてないけど、こうやってクシュってこうやって出すのも可愛いと思う。あ、出しすぎた。どう？この差。こっちの方が可愛い気がする。これは学校ではやったことないけど、休日とかいいかも。次はハーフアップやりましょう。ハーフアップ、もう小学校低学年とかよくやってた気がする。耳からこうやってやるよりかは、ちょっと耳より上ぐらいから取った方が可愛いかも。ハーフアップも久しぶり。これだと難しいから、こっちね、ちっちゃい方。できました。めっちゃ簡単。こんな感じで結構大人っぽく見えるかも。で、ここも今キュッてしてるけど、ちょっと出しても可愛いかも。あ、待って、出しすぎた。学校ではキュッて結構縛るけど、休日とかくしゃって出しても可愛いよね。できた。はい、ということで今まで4つのスクールヘアアレンジを紹介してきたんですけど、どうでしたか？少しでもね、やり方とか参考にしていただけたら嬉しいです。私ももっと髪の毛を綺麗に結べるように頑張ります。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。